ルークリース領辱、ルークリース領辱、ルークリース領辱、ザレイプ・オブ・ルュクレースとは、伝説的な人物、ルクレーティアにまつわるウィリアム・シェイクスピアの物語詞、1594年に書かれた。シェイクスピアは、前年、1593年に出版した物語詞、ヴィーナスとアドーニスにパトロンである、第三代サウザンプトン博ヘンリー・リズリーへの書簡を、含め、 その中で厳粛な作品を書く約束をしたが、それがこのルークリース領族のことで、前作にあったユーモラスなトーンはなくなっている。ルークリース領族は、書籍少女ン・ハリソンによって1594年5月9日に、書籍出版業組合の記録に登録され、その年のうちに4折版が出版された。印刷は、リチャード・フィールド、ハリソンは、 セントポール大聖堂の境内にあった自分の店で、この本を販売した。表紙のタイトルは、ルークリース、リュクレースだったが、収録されている詩の冒頭や、欄外見出しには、ルークリース領軸と書かれてあった。前作、ビーナスとアドーニスほどの大ベストセラーにはならなかったが、それでも人気はあった。ハリソンは続けて、ルークリースを再版するが、フォーマットは四折り版よりは、 八折版に近かった。1598年に第2版王1 1600年に第3版王2第4版王3 1607年に第5版王4が出版された。1614年、版権がロジャー・ジャクソンに移り、ジャクソンは1616 16年に第6版王5を出版した。さらに、1624年、 1632年、1655年にも、再犯された。ルークリース領辱は、オウィディウスの、祭り歴、トティトゥスリウィウスの、ローマ建国史を元にしている。紀元前509年、ローマ王、タルクイニウスス・ペルブスのコセクストゥスルクイニウス、タークイーンは、王の家臣で貴族のルキウス・タルクイニウス・コンラティヌス、コラタインの妻ルクレーティア、ルークリースを合還した。 ルクレーティアは自殺し、王の王ルキウスユニウスブルートスはその遺体を、公共広場、フォロロマーノに運んだ。このことで、タルクイニウスに対する反乱が起き、王族は追放され、共和制ローマが確立した。シェイクスピアは、ルクレーティアの話の要点を押さえた上で、タークインの、ルークリースへの欲望はその夫コラタインの妻に、対する賛美に刺激されてのことだったという要素を、 付け加えた。後にシェイクスピアはこのアイディアをシンベリンでも使っている。ポスティューマスが妻イモージェンの定説を称えるのを聞いて、ヤーキモーは自分が口説いてやると賭けを申し出る。マクベス第二幕第一場ではマクベスがタークインについて言及する。コーインムザン、クワウインムザンなタークインの足つきでその目的の方へ幽霊のように近づく。 マクベスの犯したシーギャクとタークイーンの犯した交換は、共に許されない犯罪である。ジャジャウマならし、第二幕第一話では、ペトルーキオがジャジャウマ、カタリーナのことをその、父親バプティスタに勝って、忍耐強いことにおては、クリッセル、クリゼルダ第二世と言ってもいいくらいだし、低層にかけては、ローマのルークリーズ底抜けですと褒めたたえる。ルークーはあたかも芸術作品のように描写され、 物質的富のようにオブジェ化されている。タークインによるルークリース領辱もまるで要塞を攻略しているかのように描かれる。タークインはルークリースの様々な肉体的特質を征服してゆく。ルークリースは強姦されるが、この詩はルークリースの無罪を弁明する1240から46行。シェイクスピア作品の他の領辱された女性同様、ルークリースは 象徴的な価値を得ている。ルークリースは自殺するが、その肉体は政治的象徴へと転生する。ジョエル・ファインマンは、全構造主義的立場から、ルークリース領辱は、ソネット州同様、伝統的な賞賛の思論を根本から脱構築したものだと主張している。ファインマンはこの死の悲劇的な事件の動機となったのは、夫コラダインの誇張された。 ルークリースへの称賛であったことに着目する。それは、コラタインのルークリースを支配する自慢に他ならず、それがタークインの野ひな欲望に火をつけた。ルークリースが実際に定説であるというよりは、コラタインの賛美がルークリースに定説の名を与え、犯罪を誘発した。ファインマンの解釈では、コラタインの賛美は、逆説的に賛美した妻を飲みならず、 終始的な称賛自体の善一性をも滅ぼす状況を作ったわけである。さらに、詩自体がコラタインの運命的な賛美のレトリックと共犯関係にある。この詩自体がそれを語ったのと同じ賛美の言葉で物語を語っていく。しかし、両辱の場面になると詩自体のレトリックが語っている両辱にパーフォーマティブ、遂行的に巻き込まっているように詩が自己引用している。 ルークリース領辱の言語的過度さは、純粋な理想化に向かうレトリックの伝統を崩壊させる言語の具体性をその中に持つ新しい歌の兆しである。一方、ジェーン・ニューマンはフェミニズムの立場から他の文学作品、具体的にオイディウスの変身物語第六巻にあるピロメーラーとプロクネーの神話との関係性に注目した。ニューマンの解釈は、 ピロメーラーの話で描かれた女性に対する暴力的な強姦の伝統的な描写は、シェイクスピアのルークリース領辱では描かれないか、あるいは抑えられているという。オーイディウスの話はうっすらとテキスト相互関連性の中から見えてくるだけで、ルークリースには反映されていないように見える。ざっと読んだだけだと、ルークリースは強姦後も言葉は喋れるので、舌を切られたピロメーラーほど、 ひどい目にあったようには見えないかもしれないが、政治的行為としての自己犠牲を決めたことによって、ルークリースの行動の能力は制限を受けている。喋れないピロメーラーとの見かけ上の対比は、女性にとって唯一政治への干渉に利用できる札を選んだ。ルークリースと違って、ピロメーラーには自分の属する政治的モーメントに衝撃を与えるような能力も奪われていたことである。皮肉にも、 ルークリースのレトリックの脳弁さは、ルークリース自身が、傲観者タークイーンと、タークイーンに象徴される王政に対する、より現実的で、暴力的な報復を見出す、可能性を捨てさせてしまう。その代わり、ルークリースの復讐は代理の男たち、特に共和制ローマの創設者である、ルキウスユニウス・ブルートゥスによって発達される。ブルートゥスは、 ローマ王、タルクイニューススペルブスに対する反乱を引きるとき、ルークリースの死に添えて、レトリックを模倣する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。